かりと最初つなげていきます。でここであまり薄い膜までは絶対ならないんですけど、ここまで薄くしてしまうとバターが大量に入ってマジパンとかも入ってくるので、ここがしっかりした生地に強く作っていきます。でココアだけの生地の場合はこれじゃあもちろん硬いんですけれど、ここからチョコレートまで入っていくので、わかりますか、こうやって下からつるっと取れてこんな感じの硬いので、こう結構薄膜まではいかなくて、膜はきっちりできてるんですが、結構厚い感じの生地でしっかりしたこのふっと剥がれてきていい感じになったら、これからバターを 50% 入れてマジパンが入って、でさらにチョコレートの方を入れてきます。できました。そうするとこれくらいな感じの柔らかいもう生地になってきます。柔らかい生地になってくるんですが、まだ結構しっかりと硬い感じです。でちょっと生地温の方が上がってきたので、これでちょっと止めて、今度はチョコレートですね、ちょっとグツグツは言わないようにして、沸騰したらこれで溶かしていきます。ちょっと片手なのでカメラは止めるんですが、これで全部溶かしきります。テンパリングっていうほどの、テンパリングはだいたい50度にして28度まで水冷してから32度に多分上げるんじゃなかったっけな、ちょっとうろ覚えなんですけど、でもそこまではしなくていいんですが、今50度あるので50度なんかで入れたら酵母死んじゃうので、生地もだれてしまうので、全部溶け切ったらこうやってくるくるして冷まします。ちょっと冷まさなきゃなんないのでカメラ置きます。わかりにくいかもしれないんですけど、今だいたい温度が30度ぐらいになってきました。重くもったりして30度ぐらいまで下がったら、ミキサーの中に入れてささっと混ぜておしまいにします。もう少し28度ぐらいまで下げてもまだ硬いんですけれど、今生地温の方が20度ちょっとなので、入れちゃいたいと思います。こんな感じで全体が混ざるまでゆっくりゆっくり、あんまり高速にしないでそのまま回していきます。はい、今このついてるチョコを28度じゃなくて今20度切ったんですけど、20度切っても柔らかいので、冷めてから入れてもいいと思うんですが、時間ももったいないので28度ぐらいまで下がったら入れてしまうと別にいつも混ざってるので大丈夫だと思います。こね上げますが、だいたい26、7度、1.8 度ぐらいで収まるところで混ぜてあげたらいいんじゃないかなと思います。だいぶ混ざってきました。はい、こんな感じでもうだいぶ混ざってきて、この時に肉まんみたいに真ん中にうろ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 って集まって、この壁際ですね、ちょっと見にくいんですが端っこから剥がれてきたらもう OK ですね。で今ちなみに基準が温度計で測ると24度ぐらいでこね上がっているので、ちょうどいいかなと思いますが、28度くらいのチョコを入れても生地温が21度くらいの時で入れれば、一定24度か25度くらいでこね上がるので、季節によっても違うと思いますが、いい感じかなと思います。もうちょっと回しててもいいんですが、使い込みによっては落ちてしまったりするので、そんなに高さが欲しい感じはないので、ある程度こうまとまってきて全体に均一になったらいいです。すごくふわふわにしたい場合はここでもう少しこねてもいいですし、入れる前にしっかりこねて、それが中種を使うという選択肢の方になっていきます。はい、揚げていった生地がちょっと今こういうふうにもろもろっとこういうふうな感じになっているんですが、冷やすと一気に固まってくるので、こんな感じでいい感じだと思います。こうだから最初はあれくらい硬くてもこれくらい柔らかい生地です。で成形する時のものも揚げたものがあるんですが、あれくらい硬いんですが、実際緩むとこれくらいの柔らかさの生地だよっていうことですね。でもいい感じでつながっているので取り出していきたいと思います。はい、こんな感じにこね上がりました。今こね上がってこうテカテカ、ちょっと今水濡らしてしまったんですが、こんな感じの生地になっています。きちんと膜もできますし、いい感じだと思います。でこれ
冷えてくるとあっという間にカチカチになります。でここで一次発酵ある程度フロアに置いて膨らましてガスを抜いて発酵をさせる方法もあるんですが、私はもうこのままルヴァンリキッドも入れているので、よいしょ、こうやって次分割しやすいように薄くならします。というのもイースト数が多いので、ここで発酵膨らんでしまうと成形に結構全部やるのに時間がかかってしまうので、ここで私はもう一回こう冷やして、もう冷凍庫の方で1時間ぐらい固めてから冷蔵庫の方に戻します。冷蔵庫にこのまま入れようと思うと、もうイーストボクボク膨らんできてしまうので、まあ冷凍庫で1回止める形にしてしまいます。なので発酵させた方がいいとか、出してからある程度早くしたいっていう場合は、ここでフロア取ってガス抜いてからの方がもちろん高さも出るしキメも細かくなるんですが、まあ、そういうそこまではしないっていう形、ある程度ずっしりふわっという形にしたいので、一次発酵はなしでこのままもうこのまま保存してしまうという形ですね。止めてしまいます。でも失敗しないのは1回フロア取った方が失敗はしにくいんですが。